チョコはせーの、無色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。なにこれ、かわいいサンリオ、かわいい。シナモン振ってる。うわ、ケロケロケロピー振ってる。なんだこれ、かわいい。ケロケロケロピー振ってるよ。かわいい。え、すごい。なんで今日からコラボするの？大西ちゃんも料理するの？あら、大西はそのイベントに参加しておらぬが、普通に昨日もご飯作ったし、今日もご飯作る。参加すればよかったね。なんかみんなもあんまり案外できてないもんね。参加しとけばよかったね。結局配信して、結局別に自炊してるならね。また前回みたいな感じになるかなと思って、さすがにちょっと余裕ないかもしれないと思ったから参加しなかったけどね。すればよかったね。みんな思ったように多分きっと配信できていない。ね。まあそういう時もあるよ。お腹すいた。めっちゃお腹すいた。今本当にお腹すいてる。ご飯まだですかって、配信終わったらすぐ作る。今日本当ご飯全然食べてないんですよ。大西めちゃめちゃお腹空いてて、そう、ご飯本当に買ってきたから、ご飯はあるのでパパッと炒めて食べて。夕飯食べてないのって、食べてない。お昼もねパン1個食べたけど、お腹空いて言ってる今、とってもすごく。食べる暇なかったなって、なかった。あんまり今日すっごいリハーサルをしてて、2時間ちょっと押したのかな。そう、本来なら夕方に終わるはずだったんですけど、さっき終わって、で大西一回その後事務所行って、あのサインとか書き物があったから移動して帰って、で今なので一瞬帰り食べて帰るのでもいいかなと思ったんですけど、そう、ちょっとお家で振りの練習とかもしたいから、もう外でで食べて帰ってきちゃったらもうダラッとしちゃうなと思ったので、そうだから、そうだからちょっと今日はね早めに終わろうと思って、ちょっとパパッとご飯を食べて、ちょっと練習、今日本当あの昨日の投資と今日の投資やってみて、もうこれはダメだと思ったので、まだまだ自分がちょっと練習をもうちょっとしたいから。練習するわ。うん。そう、でも今日嬉しかったの、あのゆきりんさん、今日ゆきりんさんのコンサートのあの荒通ししたんですけど、そう、あの曲のかっこいい、踊り方かっこいいねって言われて、そう褒めてもらったの、嬉しい。だからまずはその曲から練習する。その曲今日振り入れしたばっかりで、全然振りが入ってない状態、なんかそう全然まだできてない状態だったんですけど、そうかっこいいねって言ってもらったから、そう、その曲から練習する。
やばい、お腹すきすぎて今ほんとめっちゃペコペコ。どうしよう、なんか入れたい今、とてもパパッと。でもお菓子系がさ、鬼しんちないのよ別に。そう、お菓子ないから、お菓子、お菓子、あ、これ賞味期限切れてないあ、お菓子これあるわ。今年2020年まだ9月30日あ、これはあれだあのショールームのシュガーナイトの PV 撮影した時にもらってきたお菓子。これは来月まで食べれる、10月30日まで賞味期限が OK なのでこれを食べますペヤング焼きそば。そうすか、知ってる、これ私初めて食べてんけどさ、めっちゃ美味しいの。いただきます。うん、美味しい。ほんとお腹空いてた今、ほんとに。うん、まっ、うん、まっ、うん、うまっラスト。ラスト終わっちゃう。うん。うん。あ、ママだ。ま。あ、でもちょっとお腹落ち着いたわ今ので、ふう、うん、ありがとう、ちょっとお腹が満たされました。ドトールって、そう、あの事務所行って、そう、お手洗い行きたくて、でも事務所で行くの忘れちゃってて、ドトールよって手洗いを借りして、なんか変わんなと思ってあのアイスティー買ったやつ。はあ、いや本当大変なんだね。まあね、3つ分あるからね。でもこれが多分頭の中にちゃんとまとまって体に振りが染みついたら多分相当楽しいものになると思うので、我々自身もね。
楽しみ、なんかそれこそリハしててすごく楽しいんですよ。あのもう必死なんですけど、頭パンパンでえってなるんですけど、でもみんなで踊ってるのがすごく楽しくて、そう AKB みんなで、そうでそれぞれの見せどころがあったりとか、なんかいいなって思うし、で自分がちゃんと選抜になってる間って言ったらいいのかな、のコンサートってまだ私少ない、今回が3回目なのかな。それこそ去年 AKB の単独コンサートやった時は私は選抜に選ばれてなかったので、そう私が選抜として出たのが多分今年の1月にやった毛利さん、1月やったっけ2月やったっけ、毛利さんのコンサートと、あともうはるか昔こじはるさんの卒業コンサートはシュートサインで選抜に入らせていただいてたので、16人の選抜じゃなかったけど、でもほんとそれとそれとで今回ぐらいなので、そう頑張らなきゃなってすごく思っているので、そう頑張らなきゃなっていうか頑張りたいなっていう、あとは武道館に立つの私初めてなので、エイトの子でなんかフェスで出てる子とかもいたんですけど、私は AKB としてもチームメイトとしても立ったことなかったので、そう武道館がそうすごく楽しみなので、峯岸さんの卒コンの時って去年だっけ、そうね去年よね、去年の夏にやったよね、峯岸さんの卒業コンサートだったり、それこそゆきりんさんのプロデュースって言ったらいいのかな、のコンサートも去年だったけど、そう大西はその時に16人入ってなかったんですよ。そうネモハモのちょっと前かな、そうなのか、そうだねネモハモのちょっと前になるのか、え？あれそのコンサートって夏やったよね、5月とかやったっけ、せやんな、やから大西その時その16人に入ってなかったから、次シングル出るとしても絶対選抜じゃないわって思ってたのよ、だから夏じゃないはず、6月にネモハモの選抜発表があったんですよ、だから5月か、絶対その前だ、そうだ春って言ったらいいのかな、そんぐらいだったよね、そうだそうなの、前回のゆきりんさんのプロデュースのコンサートの時にそのコンサート選抜っていうのがあって、でその時に、あ、入ってないってなってすごく悔しくて、でも
そうだから、あ、大西はまだその選抜に入れる立ち位置にいないんだと思って、だから根も葉もの時に名前をその選抜メンバーの名前として呼ばれた時が、え？みたいななってたんですよね。多分映像大西が呼ばれた時の映像見たことある方は多分あれかもしれないんですけど、もしほんまにえ？え？みたいなって言ってそう、自分が呼ばれた実感もなくて、あの時え？え？今大西え？あれ呼ばれた？みたいな感じだったからそう、懐かしい。びっくりしてたよねって、そうびっくりしてた、呼ばれるわけがない、わけがないというか呼ばれないだろうなって。でもやっぱり選抜発表がああいう場である時って本当に緊張するんですよね。それこそそのネモハモルーマーの選抜発表以来は、元カレです、久しぶりのリップグロスも選抜入りさせてもらってるんですけど、全部リモートだったりしてるかな。緊張するよね。久しぶりのリップグロスはなんならもしコロナなってたからそのリモートにすら参加できなかったけど、そうね、その場で呼ばれるのは緊張するよねって、ねえ、緊張するよね。自分が呼ばれようと呼ばれなかろうと、あの場って本当にすごいんですよね。逆にああいう場でもし呼ばれなかった時もなんかあるんですよ。なんだ、何のあれ選抜発表だったかな、全員が集められて、なんか何のシングルだったか忘れたけど、そう、うん、リップグロスの選抜はどうやって聞いたの？ LINE できた、おにしちゃん選抜入りですで、今日の夜か明日の夜にリモート会議で他のメンバーには知らされる予定ですみたいな。そう、私はそのリモートには参加できなかったから、コロナでしんどいしんどいってなってたので、そう、そう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 、他の皆さんはリモートで発表されるっていう感じ、大西はイレギュラーだったから、そう出れないってなってたから、そういう感じでご報告をいただきました。でもセンターは聞かされなくて、その初選抜の方が2人と、センターは明日のそのリモート会議に参加するメンバーに発表しますっていう感じだった。だから音声も知らなくて、メンツ的にはただ自分の選抜入りっていうのだけ言っていただいて、なんでにもよく決めよう。じゃあ50分になったら終わるわ。そう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 、そんな感じだね。嬉しかったですか？嬉しいよ。
嬉しいよ本当に。うん、選抜に入りたいがために事務所に移籍していろんなお仕事やっていろんなジャンルのお仕事やってっていう風に私はやってきたので、うん、嬉しいでしかない、ね、自分の目標なのでそこが、うん、だから本当に自分の力だけじゃ選抜って入れない場所なので、うん、どこかでねもちろん運の要素もあると思うんですけど、それで言ったら私は根も葉もがたまたま運よく入ってね、でもそこからは多分ファンの皆様が応援してくれるからっていうのも大きいと思うので、うん、めちゃめちゃ大きいので、感謝の気持ちでいっぱいです。いつもありがとうございます。本当だからこそねこのコンサートはね本当たくさんの方に見てほしいって思う、うん、そう、そう、本当にたくさんの方に見てほしいこのコンサート、楽しみ楽しみ本当楽しみ、うん、どんなコンサートになってるか本当楽しみにしてて、私は自分の出てない楽曲の時見てるけど、あの他のメンバー楽曲やってるのいいよ、面白いよ、うん、面白い、チームコンもリクアワもイキリンさんコンも全部面白い、なんか見てて、もう来週からコンサート始まるのかって、もう来週？今日30日でしょ？そうだね、ほんとだね、やば、頑張ろう、ちょっとこの後一旦でもご飯だけ食べてからちょっと頑張るわ。ということで、じゃあそろそろ50分になったね。じゃあちょっとそろそろランキングの方を呼んでいきたいと思います。いきますよ、1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がサトチアットマーク大西くんさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がライオン丸さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がコーヒレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位じゃないわ10位がアコちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が黒芝のリコテンさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がひろかしんさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がいちよし ABA さん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。では
はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、この色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバイ。本日23時からミュージックブラッド、ぜひぜひ見てね。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。